出席議員61名であります。休憩前に引き続き会議を開きます。引き続いて質問を行います。井上健一郎君。皆様こんにちは。今年4月に広島市中区選挙区で初当選させていただきました公明党広島県議会議員団の井上健一郎です。新人ですので簡単に自己紹介をさせていただきます。私は広島市出身の50歳で、これまで26年間産経新聞 NHK で報道記者をしておりました。ジャーナリストとして鋭い視点で社会の問題に切り込んでいく、私はそのような優秀な記者ではありませんでした。駆け出しの警察担当の頃、他の記者が警察幹部を取材しているとき、私は交番を回り、ホームレスの人たちの話を聞いて歩く、そんな記者でした。ただ、心がけてきたことは、庶民の声に耳を傾け、寄り添う努力をすることです。私の指針としている言葉があります。名もなき人たちの中で心を打たれたと言われる人生を私は生きたい。これからも自分らしく県民の皆様のお役に立てるよう精一杯頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは質問に入らせていただきます。質問の第一は、スタジアムアリーナ改革の推進についてです。スタジアムアリーナ改革は、国が平成28年度から掲げている取り組みで、スポーツ施設に対する前例主義を変えて、収益性の向上や地域活性化に貢献するスタジアムアリーナの整備を検討することを挙げています。そこで本県におけるスタジアムアリーナ改革の推進について、2点伺います。1点目は広島ドラゴンフライズの新拠点整備についてです。ドラゴンフライズは県内唯一の B リーグチームとして日本代表選手を輩出するなど広島を代表するチームに成長し、県内では広島市のほか福山市などで、などでも試合を開催するなど広く県民に愛されるチームになっています。B リーグは2026年に B リーグプレミアとして新しいリーグに再編され、ドラゴンフライズは座席数などの新リーグの参入基準を満たすために、広島グリーンアリーナを5年程度暫定利用することになりました。ただし、あくまでも暫定利用であり、将来的にはドラゴンフライズが中心となって、新アリーナの整備を目指すことになっています。しかし現時点で公に説明できる構想はなく、実現可能性は未知数という状況です。一方、他県に目を向けますと、新リーグ発足に合わせ、地域活性化策の一つとして、バスケットボールのアリーナを建設している地域が少なくとも11あり、このうち沖縄県、佐賀県など4つの地域では、地方自治体がアリーナを整備しています。そのうちの一つ、群馬県太田市では、地域経済の活性化や若者の定住などを目指し、新しく5000人規模のアリーナを今年4月に整備し、B1 チームを誘致しました。実際に新アリーナを拝見しましたが、本場アメリカのようなすり鉢状のスタンドに、国内最大級のセンタービジョンや最先端の音響施設を整えていました。また、佐賀県では県が主体となり、九州最大級の佐賀アリーナを今年5月に完成させました。いずれのアリーナもオープン以降、県内外から観客が集まっており、早くもにぎわいづくりにつなげています。そこで、地域のにぎわい創出、若者にとって魅力ある街づくりに向けた
アリーナ整備の意義についてどのようにお考えでしょうか。また本件でもサッカースタジアムと同様に、今後広島市などと連携して新しいアリーナ整備を支援するお考えはあるのでしょうか。知事のご所見を伺います。2点目は地域活性化に向けた広島グリーンアリーナの活用についてです。広島グリーンアリーナはコロナ禍前の平成30年度にはおよそ4000万円の赤字で、その後コロナの休業補償によって一時的に黒字になった年もありましたが、赤字傾向が続いています。国のスタジアムアリーナ改革のガイドブックには、現在のスポーツを見るための公共施設は観客の快適性、利便性よりも地域スポーツへの開放や使用料の減免等に過度に比重が置かれる傾向にあると指摘した上で、数千人から数万人の観客を収容する施設と地域住民の利用に供されるスポーツ施設が同じ手法、ルールで整備、管理される必要はなく、地域の実情に応じて適切に区別することが大切であるとして、これまでの固定観念を変え、地域活性化の起爆剤として改革することを提言しています。広島都市圏の中心といえるこの地域では、この春広島ゲートパークがオープンし、今後はサッカースタジアムと広島城三の丸広場の整備などが予定されていますが、このエリアのにぎわいづくりを後押しするためには、ほぼ中間に位置する広島グリーンアリーナの集客力の向上が鍵といえます。しかし、広島グリーンアリーナでは、集客と収益が見込める有料興行の開催が開館日の 10% 以内、年間35日程度に制限されています。ある程度の制限をかけることは理解できるのですが、指定管理者制度が導入された平成18年度からの基準が今に至るまで見直されていないというのは実情に合っているのでしょうか。7年前の包括外部監査においても、コンサート等の有料興行は高い利用料金収入が得られることから、その増加により収益の向上が図られること、基準を定めた当時から施設を取り巻く環境も変化していることを鑑みると、現在のニーズを考慮し見直しを検討する必要があると指摘を受けています。来年度には香川県高松市に中四国地方で最大級の県立アリーナが完成し、大型イベントやコンサートがそちらに流れていくことも予想されます。広島ドラゴンフライズの利用も暫定的なものであり、広島グリーンアリーナの運営のあり方や今後の活用策については基準の見直しも含め、しっかりと議論していく時期に来ていると感じています。そこで広島グリーンアリーナの集客力、収益性を高め、広島都市圏の地域活性化につなげていただきたいと思いますが、運営のあり方や今後の活用策についてどのように考えておられるのか、知事のご所見をお伺いします。質問の第2は、防災や行政の情報を伝える行政文書への音声コードユニボイスの使用についてです。ユニボイスとは、二次元コードにスマートフォンをかざすと印刷物の内容を音声で読み上げるアプリです。目の不自由な方への音声通知だけでなく、10カ国語の言語にも対応しており、地域で暮らす外国人に対しても防災情報や行政サービスに加え、観光情報を音声で伝えることができます。現在、水道、電気、ガス料金の検針票、 ATM や医療機関の明細書、年金定期便などの行政サービス、避難場所などの防災情報の提供、観光地での多言語対応に活用されています。ユニボイスを使うためには、それぞれの文書の音声コードを作る必要がありますが、パソコンに作成ソフトをダウンロードすれば、ボタン一つで音声コードを簡単に作成することができます。福岡県や千葉県などでは、全庁的に音声コードの作成ソフトを導入し、多くの行政文書に音声コードを取り入れています。
かし本件では、このソフトの使用が障害者支援課など限られた課のみとなっており、音声コードの普及が進んでいない状況にあります。そこで、視覚障害者や地域で暮らす外国人に対する情報格差の解消、外国人旅行客への適切な情報提供に向け、防災、観光、行政サービスの周知など、本件でも全庁的に音声コードの使用を推進されてはいかがでしょうか。知事のご所見をお伺いします。質問の第3は、オーバードーズの防止対策についてです。オーバードーズとは、薬局やドラッグストアで購入できる一般的な風邪薬や咳止めなどを大量に服用することです。風邪薬や咳止めの市販薬には、麻薬や覚醒剤と同じような成分がごく少量含まれており、一度に何十錠も服用すると、一時的に気分が落ち着いたり、高揚したりします。服用を繰り返すうちに、それまでの量では効かなくなり、薬に依存してしまうと、自力ではやめられず、肝臓や腎臓の障害、呼吸や心臓の停止による死亡例も報告されています。国立精神神経医療研究センターの昨年の調査では、薬物依存症の治療を受けた10代の患者の主な薬物を見ると、市販薬が全体の 65.2% とトップを占めており、さらに高校生の60人に1人が過去1年以内に市販薬の乱用経験があるという状況でした。10代の薬物乱用といえば、10年前までは大麻や危険ドラッグなどの違法薬物を若い男性が使用するケースが多かったのですが、オーバードーズは薬局やインターネットで簡単に購入できるため、非行歴が少ない、若い女性に多いなどの傾向があります。この背景には、学校や家庭で感じている辛い気持ちを和らげたいという心理が大きいと指摘されており、中にはいじめや虐待、家族関係など深刻な問題が潜んでいる場合もあります。薬物の乱用は依存性があるため、簡単にはやめられず、本人や親だけで解決することは難しい問題です。そのため、地域で支える仕組みづくりが大切だと考えます。そこで、オーバードーズの防止対策として、被害が深刻化する前に、当事者や親が相談でき、早めに医療機関につなげる専門の相談窓口の設置が必要ではないかと考えますが、知事のご所見をお伺いします。また、早い段階でオーバードーズの危険性と薬物の正しい認識を学ぶため、教育現場における薬物乱用防止教室などでの指導啓発を一層強化していくべきだと考えますが、併せてご所見を伺います。質問の第4は、引きこもり支援の拡充についてです。昨年11月に内閣府が行った調査によりますと、全国で15歳から64歳までの146万人、50人に1人が引きこもり状態にあるとされており、広島県に当てはめるとおよそ3万人と推計されています。最近は引きこもり期間の長期化が課題になっており、特に80代の親が50代の子どもの生活を支える8050問題など、高齢の家族が社会的に孤立し、生活に困窮する深刻なケースも出ていて、早期に相談支援につなげる環境づくりが求められています。しかしながら、引きこもり対策を定めた基本法は今のところなく、生活困窮者自立支援制度や精神障害者保健福祉に係る制度など、別々の制度を組み合わせ、対策を実施するなど、自治体により施策にもばらつきが生じています。こうした中、三重県では昨年、全国で初めて引きこもり支援に特化した引きこもり支援推進計画を策定しました。この計画には、基本理念、施策展開の6つの柱、推進体制などが盛り込まれ、身近な相談窓口である市、町、社会福祉協議会、民間の支援団体などが連携して、切れ目のない支援体制づくりに取り組むことが記載されています。三重県では、
計画を策定したことにより、将来の目指す姿やそれぞれの団体における支援の役割、取り組み内容が共有化されるなど、連携して総合的に取り組むことができるようになりました。これまで引きこもりは個人の問題として、当事者や家族に責任を負わせるような風潮がありましたが、誰にでも起こりうる社会の問題として捉えなければなりません。今後、本県でも三重県のように計画を策定することで、地域全体で支える、そして取り組む姿勢を示していただきたいと思います。加えて、支援内容の充実も重要です。本県で引きこもり支援ステーション、引きこもりサポート事業を実施しているのは、令和4年度においては、6つの市・町にとどまっており、今後、県内全域に設置できるよう、県からも市長を支援していただきたいと思います。また、岡山県や香川県などでは、引きこもり家族会などの民間の支援団体に対し、運営費、ボランティア報酬などに委託金を出しており、本県でもこうした支援団体へのサポートが必要ではないでしょうか。そこでまず、本県の引きこもり支援における現状と課題を伺うとともに、引きこもり支援の拡充に向けた県から市長に対する支援や、支援団体へのサポートの在り方について、知事のご所見をお伺いします。また、地域全体で支え、取り組む姿勢を示すためにも、引きこもり支援の推進に向けた計画を策定すべきと考えますが、併せてご所見をお伺いします。質問の第5は、子ども食堂への支援の充実についてです。子ども食堂は当初、生活困窮世帯の子どもたちに食事を提供する取り組みとして注目を集めてきましたが、最近では子どもたち、高齢者、ボランティアとの交流の場になるなど、誰でも参加できる地域の居場所として、大切な役割が期待されており、地域食堂とも呼ばれています。本県では子ども食堂に対し、広島地産地消推進協議会のホームページなどを通じた食品提供のサポートや、広島子ども夢財団から補助を行っていますが、支援の範囲が部分的であると感じており、総合的な支援が必要ではないかと考えています。先月決定された国の総合経済対策では、地方創生臨時交付金の活用案の一つとして、地方公共団体による子ども食堂やフードバンクへのさらなる支援も盛り込まれたところであり、今回、他県で取り組まれている事例を参考に、2点提案をさせていただきたいと思います。1点目は、運営を支援するネットワーク作りです。山口県では4年前、NPO 団体に事務局業務を委託する形で、県内の子ども食堂を支援する子ども食堂支援センターを県が設置しました。この支援センターが中心となり、県内各地で子ども食堂の相談窓口や開設セミナーを実施しているほか、県内9カ所にコーディネーターを配置して、伴走型の支援も行い、今年2月時点で150を超える子ども食堂が誕生しています。子ども食堂は食事を通じ、多世代にわたって地域のつながりを作る大きな役割を担っており、本県でもこうした取り組みを参考にしてはいかがでしょうか。2点目は、民間企業の支援を促す体制づくりです。子ども食堂の運営を維持していくには、企業などからの経済的な支援は重要です。埼玉県では5年前に官民連携のプラットフォームを設立し、さらに県内の経済6団体と支援協定を締結するなど、企業の参画を促すとともに、協力企業と子ども食堂のマッチング交流会などを行っています。今年、埼玉県が官民一体で開催した子どもの居場所フェアには、2日間で1万5000人が来場し、延べ120の団体企業が参加しました。県が主体となって民間企業の支援を促す事例として、大いに参考になると考えます。そこで、本県でも今後、子ども食堂の新規開設を後押しし、その運営を支えるネットワーク作りが必要ではないかと考えますが、
知事のご所見をお伺いします。また、企業の中には、子ども食堂への支援の意向を持ちながら、その方法がわからないという企業も少なくなく、民間企業の支援を促す体制づくりも求められると考えますが、併せてご所見をお伺いします。質問の第6は、高次脳機能障害への支援対策についてです。高次脳機能障害とは、交通事故や脳梗塞が原因で、記憶や言語、認知機能などに現れる障害で、全国で32万人以上の患者がいると推計されていますが、患者本人に自覚症状があまりなく、支援の手が届きにくいことが課題とされています。支援にあたっては、患者と医療機関、福祉施設との連携が重要であり、特に医療機関を退院した後も、患者が安心して暮らせる社会基盤づくりが必要となります。本県には、東広島市内に医療から福祉まで一貫したサービスを提供する広島県高次脳機能センターがありますが、コーディネーターが4人と少なく、家族会からは医療機関を退院した後の在宅生活や就労への支援が十分行われていないとお聞きしております。こうした中、国では今年度からの新規事業として、高次脳機能障害に対する地域支援ネットワークの構築を進めています。この事業は都道府県が実施主体となり、国から2分の1の補助を受け、当事者と医療機関、支援機関との間でネットワークを構築し、切れ目のない支援を行うものです。本県としてこの事業に取り組み、東広島市の支援センターの機能強化を図った上で、県東部、西部、北部などに支援拠点を設けて、コーディネーターを配置する支援体制を構築してはいかがでしょうか。一方、東広島市にある障害者支援施設あけぼのは10年以上赤字が続いていて、昨年度は赤字額が9000万円に達しました。これは利用者の多くを占める高次脳機能障害の方は比較的軽度の障害区分のため、障害福祉サービス事業収入も低くなることが大きな要因の一つですが、千葉県や香川県などでは指定管理料を上乗せして支援しています。あけぼのは施設の利用者も減少しているとともに、施設の老朽化や障害の特性に応じて対応ができる職員の不足など、患者のニーズに合った施設になっていないことが考えられ、今後、運営の改善も求められます。また、家族会では県内4カ所で相談会を行い、毎月50件近い相談が寄せられています。広島市での相談会は、市の委託事業として、年間100万円程度の財政支援がありますが、その他の地域では、年間約300万円の運営経費を自己負担で賄っています。家族会は、相談会以外にも、病気に関する冊子の発行など、本来、行政が担うべき啓発事業も実施しています。加えて、医療機関、障害者職業センター等の関係機関とのネットワークを生かしたサポートなど、地域を超えた活動も行っていることから、家族会の負担軽減のためにも、県も財政支援を行うべきではないでしょうか。そこで、医療機関でのリハビリを終えた患者が安心して暮らせる社会基盤づくりに向け、本県でも国の補助を活用した高次脳機能障害に対する地域支援ネットワークの構築を進めていただきたいと考えますが、知事のご所見をお伺いします。また、潜在的に多くの患者がいる中で、障害者支援施設あけぼのの運営の改善や家族会への財政支援についても取り組んでいただきたいと思いますが、あわせてご所見を伺います。質問の第7は、脳脊髄液減少症への医療体制の強化についてです。脳脊髄液減少症は、交通事故やスポーツ外傷などで強い衝撃を受けて、脳脊髄液が継続的に漏れることによって、頭痛、めまい、耳鳴りなど、さまざまな症状が起こるもので、誰もがなりうる病気です。この病気に対しては、患者から採取した血液を硬膜の外に注入し、脊髄液の漏れ出しを止めるブラッドパッチ療法が有効な治療法で、広島県議会でも9
国に意見書を提出するなどして、平成28年度から保険適用となりました。しかし、この病気の認知度はまだまだ低く、全国的にも診療を行う医療機関が少ないため、患者は遠方まで通院するなど、大変な苦労を強いられています。県内で主に専門的な診療を行っている尾道市立市民病院では、1人の専門医が1年半の間に1000人近い患者を診察し、治療を受けられるまでにおよそ3ヶ月もかかる状況となっています。専門的な医療機関が少ない要因として、ブラッドパッチ療法は高い医療技術が求められるにもかかわらず、診療報酬点数が低いことから、民間の医療機関では採算が取りづらいことが指摘されています。さらに医療機関が少ないため、専門の医師の育成も進んでいません。こうした中、石川県では高度専門医療人材を育成する支援事業を始めています。民間の医療では手の届きにくい患者を救済するのは公的病院の使命だと言えますが、こうした状況を改善するため、専門的な治療を受けられる機能の整備を検討していく必要があると考えます。そこで、今後国に対してブラッドパッチ療法の診療報酬点数の引き上げや、大学医局における専門医師の育成支援にかかる要望を行うとともに、7年後に完成予定の新病院などにおいて、ブラッドパッチ療法の専門的な治療を受けられる機能を整備して、県西部の拠点とすることを検討していただきたいと考えますが、知事のご所見をお伺いします。質問の第8は、教員等による不適切な指導から子どもたちを守る取り組みについてです。11年前、東広島市の中学2年生の男子生徒が自ら命を絶つ悲劇がありました。生徒のご両親は、複数の教員から学校で繰り返し同じ指導を受けて追い詰められたことが原因として、市などに損害賠償を求める裁判を起こし、今年3月に、東広島市がご両親に謝罪し、再発防止策を取ることなどで和解が成立しました。教員による不適切な指導によって、児童や生徒が自殺に追い込まれる指導死と呼ばれる事案は後を絶たず、昨年12月に改定された文部科学省の生徒指導提要にも、体罰や不適切な言動等が部活動を含めた学校生活全体において、いかなる児童・生徒に対しても決して許されないこと、いたずらに注意や過度な叱責を繰り返すことは、児童・生徒のストレスや不安感を高め、自信や意欲を喪失させるなど、児童・生徒を精神的に追い詰めることにつながりかねませんと注意されています。さらに、文部科学省通知において、不適切な指導等について、体罰と同様に、懲戒処分基準に規定している教育委員会もあり、未整備の教育委員会においては、こうした規定を参考にして、懲戒処分基準に定めることが望ましいと示されました。すでに全国の20を超える都と県で、児童・生徒に対する不適切な言動等が懲戒処分規定に加えられていますが、本県の教育委員会の懲戒処分の指針には入っていません。不適切な指導の抑止を図り、子どもの命を守るために、児童・生徒に対する暴言等の不適切な言動を本県の懲戒処分規定に加えていただきたいと思います。先日、亡くなった男子生徒のご両親にお話を伺いました。ご両親の願いは、二度と同じような悲劇が起こらないでほしいということです。再発防止に向け、学校関係者がどうして不適切な指導が行われたのか、どんな防止策があるのか、具体的な事例を通して学び、考えることが重要です。そこで、県内すべての教職員に対する研修を行うとともに、学校内で児童・生徒が相談できる環境づくりも進めていただきたいと思いますが、懲戒処分規定の見直しも含めて、教員等による不適切な指導から子どもたちを守る取り組みについて、教育長のご所見をお伺いします。また、海外では、
子どもの死亡に関する効果的な予防策を検証する事業、チャイルドデスレビュー CDR という取り組みが実施されています。 CDR は地域の警察、消防、医療機関や専門家が情報収集、検証、予防策の提言を行うもので、令和2年度より複数の都道府県においてモデル事業を実施していますが、本県でも実施を検討してはいかがでしょうか。併せてご所見をお伺いします。私からの質問は以上です。ご清聴誠にありがとうございました。当局の答弁を求めます。知事湯崎秀彦君。まず地域活性化に向けた広島グリーンアリーナの活用についてお答え申し上げます。広島県立総合体育館は、大規模スポーツ大会の開催や国際交流の促進、県民スポーツ活動の拠点とすることを目的に設置した施設でございます。このため、最大収容人数が約1万人と、中四国地方最大規模のアリーナ施設である広島グリーンアリーナにおきましては、国際大会や全国大会など、大規模なスポーツ大会を優先し、コンサートなどの有料興行の予約受付は、原則開館日の 10% 以内で運用しております。なお、有料興行の予約受付につきましては、開催日数ベースでカウントしておりますが、準備、それから撤去の日数もございますので、それを含めますと、令和4年度の利用実績は、開館日の約4分の1となっております。さらに、集会や展示会などの大規模イベントの利用と合わせますと、開館日の約3分の1はスポーツ以外の目的で利用されているところでございます。競技団体からは、中国地区大会や県大会でも広島グリーンアリーナで開催できない大会がある、スポーツで利用できる日を増やしてほしいというご意見も伺っており、広島グリーンアリーナの利用者調整にあたりましては、こうした競技団体のご意見も踏まえる必要があると考えております。このため、今後も引き続き、県民スポーツ活動の拠点としての機能と、地域活性化の拠点としての機能の両立に向けて、指定管理者や利用者のご意見を伺いながら、広島グリーンアリーナの運営の在り方や、今後の活用策について検討してまいります。次に、行政文書への音声コード、ユニボイスの全庁使用についてでございます。行政文書等への音声コードの使用につきましては、視覚に障害のある方が、文字情報を容易に理解する手段として有効であることから、平成20年度から視覚に障害のある方を対象とした福祉関係文書のほか、全県的なイベントのチラシなど、広く県民の皆様を対象とする文書について、音声コードを活用するよう取り組んでおります。議員ご指摘のユニボイスにつきましては、本件におきましては、平成25年度から導入しており、障害者、防災、消費者、人権などの分野において、パンフレットやイベントのチラシなどに活用しているところでございます。なお、ユニボイスの多言語対応につきましては、現在、本県で導入しております音声コード作成アプリが日本語専用であり、別途翻訳などが必要となることから、これまで外国語には対応しておりませんでしたが、今後、翻訳など外国語対応に要する費用、他県での活用事例、他の情報発信手段との比較、デジタル技術の進展なども踏まえて研究してまいりたいと考えております。引き続き行政文書などへのユニボイスの一層の使用を進めてまいります。次にオーバードーズの防止対策についてでございます。オーバードーズを含めた薬物乱用防止対策の一つとして、
薬物依存の問題を抱える青少年やその家族などへの相談支援体制を確保することは重要であると認識しております。このため保健所や精神保健福祉センターなど20箇所におきまして、保健師や精神保健衛生士など、失礼しました、精神保健福祉士などが寄り添って悩みを聞き、必要に応じて医療機関につなげられるよう、対面や電話による相談窓口を設置しているところでございます。合わせまして、休日の夜間などに SNS を使って気軽に相談できる、心の LINE 相談アット広島県も実施しており、今後、こうした相談窓口の周知につきましても、県の SNS や関係機関とのネットワークを活用することにより、強化していくこととしております。また、小中高等学校などで実施している薬物乱用防止教室につきましては、令和3年度から従来の麻薬や覚醒剤などに加え、オーバードーズも講習内容に盛り込むとともに、学校薬剤師とも連携しながら、医薬品であっても適切に使用しないと死に至ることもあるといった危険性の啓発に取り組んでいるところでございます。引き続きオーバードーズを含めた薬物乱用防止対策に私を本部長とし、国県などの機関で構成いたします広島県薬物乱用対策推進本部が中心となって、薬物教育啓発活動や相談事業の充実に向け積極的に取り組み、県民の皆様の安全安心の確保に努めてまいりたいと考えております。次に、引きこもり支援の拡充についてでございます。引きこもりの当事者やそのご家族の方々は複合的な課題を抱えていることが多いため、行政と関係機関が連携共同して包括的な支援を行うことが重要であると認識しております。引きこもり支援につきましては、県の引きこもり相談支援センターや市町の引きこもり地域支援センターで相談支援や訪問支援、居場所づくりなどに取り組んでおり、福祉サービスや医療機関につながったこと、居場所などに外出できるようになったこと、就労の準備につながったことなどの効果が出ております。しかしながら、市町におけるセンターの設置は6市町にとどまっており、その運営を支える人材も不足していることから、設置市町の増加と引きこもり支援従事者の育成が課題であると考えております。今後、県におきましては、市町でのセンター設置の促進と運営スキル向上を図るため、設置に必要な情報提供や県立総合精神保健福祉センターによる人材育成など、市長に対する支援を充実させていくこととしております。また、一部の支援団体におきましては、人材や活動費が不足し、単体での事業継承が持続継続が困難となっておりますことから、県におきまして、市長と連携して、運営状況と課題を分析し、活動場所の提供や活動状況の周知など、適切なサポートの在り方や具体的な支援の方法を検討してまいります。引きこもり支援施策の充実につきましては、策定中の広島県地域福祉支援計画に位置づけることとしておりますが、引きこもり支援に特化した計画策定につきましては、国が新たな支援マニュアル策定に向けて、当事者の状態や各自治体の支援状況などの調査研究を行っていることから、この動向を注視するとともに、他県の取り組み状況の情報収集を行ってまいりたいと考えております。今後とも、県におきましては、引きこもり状態にある方が、地域で生き生きと暮らすことができるよう、市長や関係機関と連携して支援の充実に努めてまいります。その他のご質問につきましては、担当説明員より答弁させていただきます。地域政策局長、杉山良一君。
広島ドラゴンフライズの新拠点整備についてお答えいたします。国のスタジアムアリーナ改革指針では、アリーナの定義につきまして、数千人から数万人の観客を収容し、スポーツを見ることを主な目的とする施設とされております。また、アリーナの整備につきましては、飲食、宿泊、観光など周辺産業への経済波及効果や、アリーナ内外での雇用創出効果なども生み出し、新たな産業集積を作り出す可能性を有するものとされております。本件におきましても、広島グリーンアリーナという愛称で親しまれている広島県立総合体育館の大アリーナは、新型コロナウイルスの感染拡大前の平成30年度には、100万人以上の方に利用していただいており、アリーナは地域のにぎわい創出や魅力あるまちづくりに寄与しているものと認識しております。また、広島ドラゴンフライズによるホームアリーナとしての利用につきましては、2026-2027 シーズンから5シーズン程度を目安に暫定利用を予定しておりますが、新たなアリーナの整備につきましては、現在、広島ドラゴンフライズが2年以内に青写真を示せるよう、関係者と調整していると伺っており、県といたしましては、こうした動向を注視してまいりたいと考えております。健康福祉局長、北原加奈子君。私より3点回答申し上げます。まず、子ども食堂への支援の充実についてですけれども、本件におきましては、県内の子ども食堂にかかる情報を集約した特設サイト、いくちゃん子ども食堂ネットワークを開設・運営し、子ども食堂を利用したい人だけでなく、子ども食堂を開いてみたい人や、支援したい人を結びつけ、子ども食堂を支援するネットワークが、当事者主体で形成されるよう支援しているところでございます。また、いくちゃん子ども食堂ネットワークの運営を担っている広島子ども夢財団におきましては、NPO 法人広島子ども食堂支援センターと連携し、子ども食堂を開設したい方からの相談に対応しているほか、企業や個人から食材提供の申し出を受けた場合には、フードバンクへのマッチングを行うなど、多様な主体の連携を促進し、子ども食堂が安定的に運営できるよう取り組んでおります。さらに、民間企業の支援を促す体制づくりに関しましては、本県ではプラットフォームの設立はしておりませんが、マスコミ各社にご協力をいただきまして、県内の企業から恒常的に寄付を募り、広島子ども夢財団を介して、県内の子ども食堂の運営費等に充てる仕組みを構築しており、平成29年度からの累計で2400万円、令和4年度には1年間で1000万円を超える寄付をいただくなど、支援の輪も広がっております。こうした子ども食堂の活動を支える企業や地域とのつながりづくりは重要と考えており、他県における取り組みも参考にしながら、引き続き各地域で活動が展開されるよう取り組んでまいります。次に、高次脳機能障害への支援対策についてでございます。高次脳機能障害は多岐にわたる支援を要することが多いことから、医療、福祉、就労、教育等の多機関が連携して支援をしていく必要があると認識をしております。本件におきましては、診断、治療、リハビリテーション、社会復帰までの一貫した支援を行うため、広島県高次脳機能センターを設置し、さらに広島県高次脳機能地域支援センターを県内の8カ所に指定をしております。また、新たに国が進めている地域の支援ネットワークの構築につきましては、市長、医療機関および福祉施設等の関係者で構成する広島県高次脳機能障害連絡協議会において、関係機関相互の機能と役割の明確化を図るための意見交換を行っているところでございまして、引き続きその具体化に向けて取り組んでまいりたいと存じます。障害者支援施設あけぼのにつきましては、近年はコロナ禍の影響もあり、定員を下回る状況が続いていることから、入所定員の60人から40人への変更や、居住スペースの効率的な利用による光熱水費等の経費削減などの運営改善を図るとともに、
障害特性に対応した支援人材などの育成を行い、ニーズに合ったサービス提供にも取り組んでいるところでございます。家族会では、本人やご家族を地域の支援機関へ確実につなぐための相談会を広域的に実施される予定であり、その相談会の周知や相談解除の確保などの支援策を検討してまいります。引き続き、こうした取り組みを通じて、高次脳機能障害の当事者やそのご家族ができる限り住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、支援体制の整備に努めてまいりたいと考えております。次に、脳脊髄液減少症の医療体制の強化についてです。脳脊髄液減少症の診断や治療方法については、国において研究が進められているところであり、県におきましては、治療などを行っている医療機関情報を県のホームページに掲載して、県民の皆様に周知をしているところでございます。国に対するブラッドパッチ療法の診療報酬点数の引き上げや、大学医局における専門医師の育成支援にかかる要望につきましては、医師会や大学関係者と協議して、その必要性を含め対応を検討してまいります。また、新病院の基本計画におきましては、幅広い脳血管疾患を対象にした治療を行うこととしておりますが、難治性や希少性の高い疾患への対応につきましては、治療可能な医療機関との連携も含めて、引き続き検討してまいりたいと存じます。教育長、平川理恵君。教員等による不適切な指導について、子どもを守る取り組みについて、複数部局にまたがるご質問でございますが、代表して私からお答えいたします。文部科学省の生徒指導提要に示されている行為等により、教職員が児童・生徒を精神的に追い詰めるようなことは決してあってはならないことと考えております。このため本件におきましては、このような事案が生起した場合には、現行の懲戒処分の指針に基づき、その状況や程度等に応じて適切に対処しているところでございます。また現在、半数以上の都道府県政令市の教育委員会で懲戒処分の指針に不適切な指導等に係る規定が設けられているところですが、その規定内容や範囲等は様々となっていることから、指針の見直しの要否も含め、どのような対応が必要か検討を進めているところでございます。こうした中、児童・生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、教職員が子どもたちの発達を支える視点を持ち、児童・生徒の心に寄り添う指導を行うとともに、相談しやすい環境づくりが重要であると考えております。教育委員会といたしましては、生徒指導、主事研修等で、問題行動に係る特別な指導の進め方や、留意点について、ロールプレイング等の演習を通し、具体的に協議するなど、適切な指導や支援を進めているところです。加えて各学校の不祥事防止研修におきましても、定期的に体罰等を防止するためのチェックシートを用いて、振り返る機会を設定するなど、すべての教職員を対象に取り組みの充実を図っているところであり、これらを通して、教職員による不適切な指導から子どもたちを守る取り組みを推進してまいります。また、チャイルドデスレビュー、予防のための子どもの死亡検証につきましては、現在一部の自治体で試行的に実施し、その結果などをもとに国において検証の方法等について検討していると聞いておりますので、その動向を注視してまいりたいと考えております。明日も引き続いて質問を行います。明日は午前10時30分から会議を開きます。本日はこれをもって散会いたします。